いつも東京ディープをご視聴いただきありがとうございます。今回は X 旧 Twitter で欲求不満な女性から逆ナンされて、今まで50人以上の女性とエッチした方法を今後 X で配信しますので、概要欄にある東京ディープの X をフォローしておいてください。この方法を私の知人6人に伝授して試してもらったところ、全員逆ナンされてホテルインまでできています。再現性高い方法だなぁと思い、いつも東京ディープを応援してくださっている皆さんにお伝えしたいと思います。そして今回の立ちんぼですが、サムネにある通り容姿はいいものだとは言えない女性ですが、ただ会話は楽しくできたので値引き交渉をしてみました。最後までご視聴よろしくお願いいたします。では本編をお楽しみください。こんにちは。立ちんぼですか？あ、そうです。いくらですか？1万。え、1万。あ、安い安いの、うん、普通じゃない？普通の、いいじゃん。あ、いいよ。どこまでできるの？どこまでって、どこまでがいいの？え、生本番。あ、いいよ。いいの？いいよ。生本番中出しダメだけど、それでもいいならいいよ。中出しはダメなんだ。ピル飲んでないか？飲めばいいじゃん。じゃあ、今ね、副作用で気持ち悪くなっちゃって、うん、やめちゃってるんだよね。あ、副作用があるんだ。そう、副作用があって合わなくて、うん、やめちゃってるんだ今。そうなんだね。いやー、1ポンド安いの？安いでしょ。あ、そうなんだ。あ、でもお姉さんは1万円ぐらいがいいんじゃない？ちょうど。でしょでしょ見た目的に。でしょ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 って何？分かってる。いや、1号ではないじゃん。確かに。1万、まあ1か1ぐらいかな、ね、じゃあそう、値切って5000かな、うん、じゃあ1ね。値切って5000かな、1かな1ね。値切って5000でいい？じゃあ1ね。え、なんか1が1万円が 高く感じるんだけど。1ね。5000でいいじゃん。1。エロいの？どっから来たの？シュシュ、おお、呼吸する大丈夫？そんな靴履いてるから。危ない。何歳？21。本当に？どっから来たの？川口。川口って何県だ？川口は埼玉県。あ、埼玉県から来てんだ。風俗とかやったことあるの？一応ある。あるんだ。売れてた？いや、最初だけかな。最初だけ。強そうだよ、なんか格闘技やってんの？声さ、うん、違うの、風邪ひいちゃってんのいや、怖いな。大丈夫か？大丈夫。風邪ひいちゃってんの？そうなの、うん、今日何人目？僕は1人目、うん、見つかんなかった誰も。まあ雨だしね。まあね、雨だからね。あー、暑い。交番だ、交番。交番に連れてくぞお前。ねえ、やめてやめて。臭いな、新宿は。 ね、臭い。なんか何の匂いだろうこれ。本当だね、うん、分かんない匂い。彼氏はいるの？ないない。どのぐらい？3、4年。あー、まあそんぐらいいなそうだね。お、失礼だよねあ、全然大丈夫。慣れてんの？全然大丈夫。前みたいなお姉さんだったらな、そんな綺麗な人だったね。3万円でも安いよな。マジか、そこまで美人だったの？なんかもったいないな。お姉さんで1万円やっぱやめとくわ。ごめんね。うん、大丈夫。